これも製品状態ですか。そうですね、ほぼほぼ。あ、開けてもらえるんですか。あ、大丈夫です。わ、嬉しい。やっぱ開けると音がより聞こえます。こっちがスピーカーで、こっちが、バッテリーですね。バッテリーですね。換気でもやっぱかっこいいですね。E81。しげもです。今大阪梅田に来てますね。今日は大阪鉄道模型バザールがあるということで初めて行ってみます。大阪梅田駅ですね。阪急と地下鉄を出たところやね。では会場に向かいましょう。ここの階段を、階段じゃない、ここの信号を渡ります。こっちやね。ちょっと人がいっぱいなので映らないように上を向けてますね。そしてこっちに抜けていきます。ここがヘップ5ですね。ヘップ5、若者に人気のスポットですよね。僕はもうおじさんなんで来ることはほとんどないですけど。でここを右に曲がります。もう一本向こうにも細い道があるんですけど、あっちはね人が混み込みなんで今日はこっちから行きます。よいしょ。で正面に見えるのがドンキホーテですね。よし。でここのでっかい道に突き当たったら今度は左やね。こっち、この道をずっとまっすぐ行くっていうことですね。あっちやね。では行きましょう。大東洋のビルの向かい側っていうことですね、まあ、こっちまで抜けるとそんなに人は多くないかな。谷町線の中崎町という駅があるんですけど、まあ、どっちが近いかな。中崎町の方が近いかも。今回は梅田から歩いてますけど、だいたい 5,6 分って感じかな。よいしょ。はい、今歩いてますけど、どこら辺でしょうか。あ、ここかな。アクト3ホール、ここかな。では入っていこう。多分バザールなんで商品メインで商品を撮影するのはあんまし良くないかもしれないですけど、迷惑にならないように見ていきましょう。あ、ここですね。大阪鉄道模型バザール、会場は2階だそうです。では行きましょう。はい、2階に上がってきて右の会場か。あ、ここですね、大阪鉄道模型バザール。では入ってみてみよう。はい、まずはじめに加藤京都駅店さんのブースやってきましたね。あ、レールナビのチラシも置いてますね。これ鉄道模型の加工とかをね乗っけて共有できるなんちゃらサイトね、 SNS 的なサイト、うん、僕も登録しましたね。で商品関係並んでますね。で加藤さんの商品、これねちびろこ単品売られてるんですよね。これ知らんかった。かわいいですよね。そして京都駅店さん限定の車両がいっぱい並んでますね。特製品ですよね。で、あ、はるかも並んでますね。こんな感じ。普段は京都駅店で買える製品がこういうイベントでも買えるということですね。こういうゼブラ塗装って家でやろうとするとすごい大変ですからね。こういう製品出てるのは嬉しいですよね。月と鹿のデゴイチで京都限定のちびろこやね。レールクラフター太田さんのブースも見させてもらいましょう。こんな感じでいっぱい車両が並んでますよね。でオリジナル製品も展示されてますね。あ、ラピートかっこいいですね。淡田さんのデカールを貼り付けてる状態か。ウェルカムラピートラッピングインデタ、これを貼り付けてるのがここに止まってるのか。ようこそ大阪関西へ。その他グッズもいっぱいありますね。そしてタムタムさんのブースもやってきましたね。いっぱいケースの種類もあるんですね。結構人気ということですね。で室内灯もいっぱいありますね。手前にサンプルが並んでますけど、めっちゃ綺麗に光ってますよね。そしてファルベビンカラーということで、このように国鉄カラーの塗料も置いてありますね。そしてタムタムさんのパワーコントローラーも展示されてますね。このコントローラー面白いですよね。左右に分岐コネクタどっちも付けれて、後ろ側に加藤さんとトミックスさんのフィーダーをさせるということですね。すごい。で2本つないだ状態で動かすとどっちにも給電されるみたいですね。トレインパワーコントローラーね。あ、 PWM 制御なんや。だから上点灯も可能ですね。すごい面白い。ワールド工芸さんのブースもやってきましたね。あ、いっぱいキットの箱が並んでますよね。この箱を見るだけでワクワクしますよね。でさっき教えてもらったのがこれね、金属キットなんて怖くないっていう本があるんですね。これを見て必要工具を揃えてハンダ付けの工作を勉強できるということですね。400円、リーズナブルで精密パーツですよね。こういうの助けられましたね今まで。いいですね。転車台のキットね、イベント企画品、こういうイベントでしかゲットできないということか。そして皆さん大好きなパンケーキコンテナさんのブースもやってきましたね。あ、いっぱい
レーザーの試作品が置かれてますね。ここかっこいいな。これそしてツイッターでも載せられてた新作の箸になるんですね。この馬かわいいですね。ありがとうございますやっぱレーザーで抜くとかなり精密ですよね。かっちょいい。トラムウェイさんのブース見せてもらいましょうか。試作品と新作品の情報が出てますね。 EF58 もあるんですね。そして試作とモデルが並んでますね。サロンエクスプレス東京の試作も出てますね。お顔部分がこうなってますね。すごい綺麗ですよね。まあ要するに試作の真っ白ボディもかっこいいですよね。トーマモデルワークスさんのブースもやってきましたね。初めて生で見させてもらうかも。細かい機関車めっちゃスローで走ってる。 HO ナローですよね。かわいいな。このコアレスモーターがすごいですよね。全然止まらずに安定して走ってますね。こっちは N ゲージの P6 ですね。これもスローで走ってますね。バックで走る姿がかわいいよな。これが機関車本体ですね。客車もいい雰囲気ですよね。かわいい。コアレスモーターのパーツもあるんですね。パーミルさんのブースも初めてお邪魔しましたね。いっぱいペーパーキット並んでますね。すごい。そしてペーパーキットの車両も置かれてますね。これ前面以外は全部紙になってるみたいですね。すごいな。クーラー関係も紙で組めるみたいですね。前面かっこいいな。で引きで見るとこうやね。ここの製品も全て紙のキットになってるんですよね。すごいな。で N ゲージここも細かくできてますよね。めちゃくちゃ綺麗。いおり工房さんのブースもやってきましたね。ペーパーの車両がすごい細かいですよね。かっこいいな。この編成いい感じやね。レーザーで抜いてる感じ、まあ、精密ですよね。で色が入るとよりリアルになりますね。ペーパーキットがいっぱい並んでます。そして宮古模型さんのブースもお邪魔します。いつもは、ね、YouTube の動画公開されてますよね。で基板関係が販売されてるんですよね。組み替えることで実車同様の光り方になるということか。こっちも JR 西日本特有のこのね中間車同士のライトテント、これも基板のこのスイッチで制御しながら再現することができるみたいですね。すごいね。あ、これよく駅で見る光景ですよね。でこっちの車両たちは前照灯と標識灯が一緒に点灯しているということか。これも基板を組み込んで再現できるんですね。ここの取り付け等は YouTube で紹介されているということですね。僕みたいな素人じゃなくてプロが YouTube 更新してくれてるのは嬉しいですよね。そしてコスミックさんのブースですね。すごい。これ螺旋状に車両が登っていくんですね。前傾こんな感じですね。ちっちゃい車両がぐるぐる回って登っていくの楽しいですね。そして一番上まで登って今度こっちの螺旋で下っていくのか。なるほど。で下部分は直線でつながってるんですね。面白いですね。16番の貨車関係もずらっと並んでますね。いいね。かっこいい。そしてアルモデルさんのブースですね。手前にちっちゃい車両がぐるぐる走ってますね。すごい。これスマホケースになってるんや。このショースペースで走らせるのは楽しいね。小型の動力を組み込んだ足回りか。なるほど、こうなってるんだね。台車部分に動力が乗ってるっていう感じですね。モストファクトリーさんのブース、細かいパーツが置いてあります。でちっちゃい車両走ってますね。こんなにちいこいのでも動くんや。すご、めっちゃスムーズに走ってる。こっちの車両もちっこいのにスムーズに走ってますよね。なんか汚し具合がかっこいいな。スーパーキャパシタの効果を見てね、パワーパックのスイッチを切ればこうなります。こうなるのか。一回やってみよう。スイッチを切る。あ、なるほど。
あーなるほど、はい、今これ電源切ってるけどコンデンサのチャージ分で走ってる、 走ってる、あすごっ、ポチッと入れるとチャージが開始と、これでチャージ開始、はい、すごっ、細かいパーツ関係もあるんですね、ちっこい車両やっぱかっこいいですね、思いますよ、ナローいいですよね、はい、ここも全部ナローですよね、はい、ナローです、あいいですね、そして HO のショーティーがあるんや、HO サイズのショーティー、これかわいいですね、通勤電車ショーティー、後ろのスカイブルーの車両もいい感じ、あこれって紙製になってるんですね、ペーパーキットなんや、それでこんな感じで動くんやね、あちゃんとテールもついてましたね、パンダ工業さんのブースにやってきましたね、かわいいパンダがいますね、うん、ちょうどいいサイズのパンダで、インレタが並んでますよね、すごい細かいインレタ、インレタって自分で作れないですから、こういう製品がいっぱい出ると嬉しいですよね、あこっちにもパンダ、そして完成見本品の 221系も走ってます、そして N 小屋さんのブースですね、やっぱり人気なのはこの水風の車内ステッカーか、こっちが加藤製のものかな、でこっちがトミックスのものですね、並んでますね、トミックスの水風に対して加藤の水風は車内ディティールがほぼないんですけど、ステッカー貼ることでこんなに賑やかになるんですね、すごいな、これベッドのとこの布の質感とかここも再現されてる、そしてトミックスの方の車両の中ですね、これもシール貼ることで賑やかになりますよね、ステッカーパッケージはこうなってるんですね、水風2編成並んでるとかっこいいね、その他にもキット関係が並んでますね、脇役クロちゃんさんのブースやってきました、これすごいですね、コンテナのティッシュ入れるやついいな、これティッシュよく使いますからね、で手前はジオラマ素材になってるんや、めっちゃ綺麗ですね、細かで、この HO ゲージの寝てる人ね、加藤さんのブースお邪魔しましたね、あすごい北斗星の車両がいっぱい並んでますね、今後ろ EF81 が走ってますけど再生産でこの客車も出るということですね、3月から1月おきに基本セットから順番に発売されていくということです、そして先週ホビーセンターで取材させてもらった試作品とで新製品の EF81 用のスピーカーで送信機が置いてありますね、手前は貨物液プレートやね、車載スピーカー初めて見せてもらってるんですけど、サウンドボックスからのラインアウトでこの送信機やね、送信機につないでこの送信機から Bluetooth で EF81 に乗せたスピーカー、ここに音を飛ばしてで車両から鳴らすということですね、こうです、この部分が車載スピーカーの送信機ですね、あかっこいい、EF81 走ってますけど、この曲線はユニトラックの R370 ですね、ユニトラック HO ゲージのユニトラックの一番小さい半径になりますけど、これを使うとこれぐらいのテーブルでもオーバル組んで遊べるんで小スペースで楽しめますよね、これ、HO ゲージの EF81 にスピーカーを積んでて今充電中ということですね、で充電先はあこれは今モバイルバッテリーになってるんですね、はい、なるほど、で送信機、送信機も充電している、送信機って USB 給電じゃ動かないんですか、動きますよ、あ USB 給電でも動くんですね、これ普通にマイクロ USB の充電器なんです、はい、これを挿してこっちが3時間充電で8時間で3時間で8時間2時間で5時間、あの最高出力でって書いてましたよね、そうですね、フロアを最大にして転写した予定ですけど2時間で、あそうなんや、充電が完了して、まあ、フルになるとこれが緑になる、うんうん、ここのランプが満充電で緑に変わるのか、なるほど、で音を鳴らすためにはスピーカー送信機と車載スピーカーの2種類がいるってことですか、そうですね、もちろんサウンドボックスお持ちであれば、サウンドボックスの音をブルートゥースで飛ばしている形になるので、うんうん、
ラインアウトから一回送信機に行って、で車両の方はこっちか、受信スピーカー、はい、これ車載スピーカーを積むということですね。はい、安心してですね、しっかり積めた後で。これも製品状態ですか？そうですね、ほぼほぼ。あ、そうなんや。バッテリーと、ちゃんと白い色がある程度わかるぐらいの濃さで。スピーカーのモジュール。このように、ね。あ、なるほど。こうなってるんですね。はい、それがスピーカーで。うんうん、これが Bluetooth の受信機。受信機。でこれがあのスイッチ基板ですね。上に乗る部分ですね。はい、上に乗る部分です。で屋根の裏側に、まあ、スイッチモジュールが入ってまして、はい、でスピーカーはですね、あ、開けてもらえるんですか？あ、大丈夫です。わ、嬉しい。これお客さん自身で組み込んでいただく必要はあるんですけど、うん、まあ、分解は基本的にはエネルギーとそんなに変わらない4点で。ボディを外すだけか。はい。そっか、あの空の状態を見させてもらったんですけど、乗ってる状態をまだ見たことない。はい、あ、中こうなってるんや。やっぱ開けると音がより聞こえます。あ、なるほど。こっちがスピーカーで、こっちが、バッテリーですね。バッテリーです。で側面に受信機が来るの。これが受信機で、上からこの配線を伸ばして基板をこの屋根の裏に挟むということですね。あ、すごい。そっか、ハンダ付け不要でこう乗せできるんですよね。なるほど。で1台の送信機から2台まで行けるんでしたっけ？10連運転させる場合は2台の機関車から同じ音が鳴るってことですね。そうですね。なるほど。あ、ちゃんとこのスピーカーの形状にダイキャストが書かれてるんですね。あ、なるほど。はい、でバッテリーの部分はこうか。バッテリーですね。はい、バッテリーだけコネクターがあるので、うんうん、それを繋いでいただいて、で上のスイッチモジュールを入れるときは、この黒い爪を取ってもらって、ライトケース取った後に、はい、屋根外して、うん、まあ、この黒い部分の屋根が外れるので、そしたらこの隙間からあの基板のライト基板入れてもらって挟み込む、挟み込むって感じ。じゃあ上側にこのスイッチと USB 給電端子が来るんですね。まあ綺麗に収まる形になる。あ、すごい。先ほどの戻したい、ね、繊維の、ありがとうございます。すごい設計ですね。はい、で、まあ、充電というかバッテリー式なんで背の出なくても、うん、かなり音大きく聞こえますよね。そうですね、普通 の部屋とかだったら全然十分な音量になる。で音量自体はこっちで操作するってことですね。まあ、これでできますし、あのスマートコントロールつないでますけど、うん、こっちでも大丈夫。あ、こっちでも操作できますか。はい、ありがとうございます。で、上は蓋を閉める。上は蓋をして完成という感じですね。ありがとうございます。はい、そして走らせる姿も見せてもらいます。今スマートコントローラーがパワーパックの代わりにつながってるんですね。あ、ここで操作するのか。これってあれでしたっけ、サウンド連動、コントローラー同調。あ、コントローラー同調。どっちでも大丈夫。ちゃんと音鳴ってますよね。本当や、音が上がってる。警笛の音綺麗やな。結構しっかり音鳴りますね。換気でもやっぱかっこいいですね。E81 素晴らしい。ジオラマの制作体験もあるんやね。やってます。大量のパンダ可愛いな。はい、というわけで梅田アクト3ホールの大阪鉄道模型バザール初めてやってきましたね。いろんなメーカーさんが出展されてて面白い商品いっぱいあったね。会場的にはこのアクト3ホール毎回使われてるのかな。で次回は7月開催ということなんで、またお邪魔したいですね。あと加藤の EF81 も初めてスピーカーが乗ってる状態で見れたんで良かったです。うん、気になる商品いっぱいあるんで、また動画にできれば今後もやっていこうと思います。引き続きよろしくお願いします。それではまた次の動画でお会いしましょう。どうもありがとうございます。画面タップすることでチャンネル登録できるんでよろしくお願いします。あと今日出展されてたメーカーさんのリンクあれば下に載せておくんで、ぜひ気になった方はチェックしてみてください。終わり。ではさよなら。